2008年1月、パリにおける、ヒトラーの眼札のプレミアで、ニセゴポンド殺を見せるアドルフ・ブルガー。ヒトラーの眼札は、2007年公開の、ドイツ・オーストリア共同制作による映画、第80回アカデミー賞で、外国語映画賞を受賞した。第2次世界大戦のさなか、ドイツ政府が、イギリスの経済格乱を狙い拡作した、史上最大の紙幣眼像事件。 ベルンハルト作戦に関わったユダヤ人印刷工、アドルフ・ブルガーの証言に基づいて制作された映画である。ベルンハルト作戦はハインリヒ・ヒムラー率いる新衛隊によって格作され、ベルンハルト・クリューガー少佐によってザクセンハウゼン強制収容所で実行に移された。実際に願造されたポンド札は1億3200万ポンドに上ると言われる。映画では アドルフ・ブルガーの証言とフィクションを交えつつ、作戦に携わった人々の運命が描かれている。監督は、アナトミーで注目されたシュテファン・ルツオビツキー。制作スタジオは、ヒトラー最後の12日間のマグノリア社である。ありがとうございます。